皆さんこんにちは、ニルと申します。今回ご紹介するのはゲームのカメラワークを改善する方法になります。 3D ゲームではカメラとキャラクターの間に壁が割り込んでしまって、肝心のキャラクターが見えなくなってしまうということがあります。これを防ぐためにはキャラクターが壁に隠れてしまうような場合には壁を半透明にしようということで、キャラクターを見えるようにする方法があります。そのアイデアに関しましては、もともとはコナミさんの俯瞰視線で壁を透過表示する特許が有名になります。この特許は1996年5月15日に出願され、2016年5月15日にちょうど20年の時を経て有効期間を終えております。2016年5月15日以前のゲームではこの特許により壁を半透明にできないため、カメラワークを改善するのに非常に苦労していたと思います。2016年5月15日以降の発売されたゲームは当たり前に壁を半透明にするような形の処理が入っておりますが、今回はですね、その処理をどのように実装されているかなどを解説したいなと思います。それでは説明の方に移らさせていただきます。プロジェクトに関しましては UE4 のサードパーソンテンプレートを使用しております。テンプレートに関しましては何を使用しても問題はありません。今回は解説のためだけにサードパーソンテンプレートを使用しております。マテリアルに関しましては既に M-Fade ディスタンスというものを作っておりますので、こちらの解説をしたいと思います。まずのこちらの中身はこのようになっております。すでに出来上がっておりますので、カメラから距離を遠くすると透明になり、近づくと半透明になるというような形の処理になっております。こちらのマテリアルをどのように作るかといいますと、まずこちらのメインノードを選択した後、メインノードのブレンドモードをトランスルセントに変更します。こちらにつきましては半透明ですから、この設定にしております。続きまして、カメラとの、距離、カメラとオブジェクトの距離を計算して、その計算に応じて距離を決めるわけですから、まずこちらのノードにてカメラのと被写体の距離を算出しております。カメラと被写体の距離が算出できましたら、続きましてこちらで透明度を計算しております。こちらはですね、パラメーターとしてスタートトランジッションとエンドトランジッションという設定を私の方で行っております。こちらの距離から、カメラと被写体の距離から、終点の処理を引き算にし、次に始点と終点の値を引き算した値で割り算しております。ここで最大値を計算して、ここで実際の距離を算出する、ここで割り算をして、最終的に、比率の方を計算しているという形になります。こちらの比率を計算することによって、あとは単純にオパシティに値を出力すれば完成になります。ただそのまま出力すると値の比例外の数字が入ってしまいますので、最後にですね、クランプをしております。0から1に値が収まるようにクランプをしてオパシティに出力しております。そしてその結果、こちらのように距離に応じて遠くなったら透明になり、近づいたら透明になるという処理になっております。ちなみにですが、パラメーターでこちらスタートトランジッションとエンドトランジッションは後から変更したりとか調整すると思うので、だいぶパラメーター化をしておりますね。それでは先ほど説明させていただいたマテリアルを実際に動かしてみます。今回はこの赤いキューブに先ほど作成したマテリアルを割り当てております。実際実行するとこのような形ですね。近づくと半透明になります。そして
と一緒になるとこうやってキャラクターが透けて見えるという形になりますね。普通に不透明だとやっぱですね隠れて見えないのですが、半透明になることでその視認性が上がるという形になります。今回紹介したものはこのようになります。続きまして応用編の紹介をしようかなと思います。先ほどはこのようにカメラで近づくことで半透明になるという処理を紹介しました。次に紹介するものはテクスチャを用いて変わった形に透過する処理をお見せしようかなと思います。今回紹介するものはこちらになりますね。テクスチャを使用してパターンを合成することで近づくごとにこのような変わり方をするようにしておりますね。先ほど単純に半透明になったものによりは単純にですねこうパターンでじわーっと消えるような形とか特殊な表現ができるようになります。こちらの処理に関しましてはどのように作っているかと言いますとこちらになります。先ほどのちょっと変えてるところがありましてメインマテリアルの濃度がありますが、こちらの方はマスク度にしております。ブレンドモードをマスク度に変更しております。こちらに関しましては、トランスルーセントに問題はないのですが、今回はマスク度で表現を見せようかなと思います。で、こちらが全体像になります。基本的に、こちらの処理までは、大体同じなのですが、途中で、先ほどとは見慣れないものも一つ追加しております。こちらはこちらになりますね。これでどのようにするかっていうのをまた解説していこうかなと思います。まず上の方では、距離に応じた透明度を計算しております。下の方ではテクスチャパターンを用いて指定したテクスチャパターンから調査を行ってクランプしてオパシティマスクの方に値を入れて先ほどのようにこの特殊なパターンを描いたような消し方を表現しております。ちなみにこちらに関しましてのテクスチャパターンはこれに関しましては私の方で作成しております。まあこちらはですねどのようなツールを使っても問題はないのですがペイントツールとかそのあたりを使って作ることができるかなと思いますね。まあ、ただ UE4 に取り込んだ画像ですとこのように見えますが、実際の画像はこのようになります。こちらのテクスチャを取り込んで先ほどのテクスチャパターンをですねこちらで読み込んで乗算してクランプして最終的にオパシティマスクを作成しております。ちなみに余談なのですが、このパターンテクスチャのところの処理に関しまして、UV 座標をアジャストする処理を入れております。UV 座標に関しましては、まあ、そのままでも良いパターンもあるのですが、モデルによっては、ちょっと、粗さを変えたいとか、透明になるパラメーターを調整したいというのがあると思いますので、まあ、そのあたりを調整できるようにアジャストスケールという変数を入れております。まあ、こちらは好みになるかなと思います。実際作成したものをマテリアルインスタンス化するとこのようになりましてデフォルト値であればこのような形の消え方になります。ここでアジャストスケールを調整するとこの目が細かくなったりとかするようになりますね。まあこのあたりの表現はですねまあ、使用したい表現や、まあ、ものによっては必要になるんじゃないかなと思いますね。で、そしてこれを適用したものを、割り当てると、このような形になります。これを実際プレイすると、どのように見えるか、最後に見せたいと思います。もう近づくと、ふわーっと消えるようになりますね。まあ、このような形でテクスチャパターンとマスク処理を使うことで、まあ、変わったような形の消え方ができます。それでは最後にこのマテリアルを割り当てたパターンをお見せしようかなと思います。この単純な、建物に関しまして隠
先ほどのノットパターンで見える処理をしております。微妙に透けて屋根の上からでもカメラがあっても何をしているかが分かりますよね。このような処理がないとどのようになるかと言いますと、こちらで解説しますと、このような形、屋根の上にカメラがかぶさって何も見えなくなってしまいます。まあ、このようなことがありますので、カメラに関しましてはこのように障害物をある程度見えなくする処理が必要になってくるんじゃないかなと思います。こちらは自宅の動画になります。左側は建物の壁で見えなくなっていますが、右の方ではキャラクターまで見えるようになっておりますよね。今日の紹介はこれでおしまいです。また興味がありましたら他のものも紹介しようかなと思いますので、ぜひですね、高評価やチャンネル登録、コメントなどに要望や感想などいただけますと嬉しいです。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。